切手は私の宝物。世界に二つしかない宝物。頑張って集めたの。集めるのも大変なの。だってゴミ処理しなくちゃいけないから。でも、その分大切な宝物。大切だから壁に飾ってある。人が見たらみんな驚く。それが楽しいの。でも、今は驚く人もいなくなった。冥界につながった電話ボックスがある。山奥の斜面に近い国道の道路で、車が方向転換するときに必要な余分な土地がある。そこに電話ボックスがあるのだが、なぜこんなところに建てたのかが、一層不気味さを漂わせる。俺は、仲間数人とその電話ボックスに向かった。噂では、自分の死んだ会いたい人を心の中で念じながら10円を入れ、4、3、読みとかけると冥界とつながり、その人と話せるらしいのだ。仲間内でじゃんけんで負けた俺は、早速ボックスの中に入った。外で仲間がニヤニヤしている。俺は死んだおじいちゃんを頭に浮かべながら10円を入れ、4、3とボタンを押し、受話器を耳にやった。数分経っても何もかからない。内心ほっとしながら、ボックスから出ようとしたら、ニヤニヤしていた仲間の姿が見当たらない。あいつら、俺を脅かそうとしてるんだな。と思いながら、ボックスを出た。ん？なんか、不思議な感覚を覚えた。いかがでしたでしょうか？意味がわかると怖い話。もしよく意味がわからなかった方は、もう一度最初から聞き直してみてくださいね。それではまた、新たな意味がわかると怖い話が生まれるその日まで。さようなら。